文化系トーク YouTube グランパンパースです。この間のねエンハイプンの MV トランクデイズ動画出て、そこにねケイ・ウィジューの2人が出ていたことから、アイランド勢元島民のね私も含めですが皆さんが盛り上がりまして、いろいろとツイッターだったりとか SNS 関連の方でもちょっと変化が出てきましたっていうところでね、なかなか良いことだなっていうふうに思いましてですね。で、アイランド自体結構もう前にやってたオーディション番組ですし、今いろいろ本当にやってますよね。創造2021なんか随分盛り上がりましたし、今現在も日プ2がやっていたりとかするしね。まあなんかね、正直自分の中で過去のものになっちゃったのかなみたいなところとかも少し思っていて、あとそのアイランドとかケイ君とか、まあケイ・ハンビン・ゴヌあたりに関する話というのもあんまり出てこなくなっていたのがあって、でもやっぱりねアイランド強いし、画像にも貼ってあると思いますが、ケイとハンビン特に強いです。まあこれはね一つのランキングサイトでの話なので、まあこれだけを元に語るってわけにもいきませんが、一つのまあ指標にはなるのかなっていう気がしましてね。ですね、K-POP ジュースというランキングサイトがありまして、ですね、まずこれ撮ってる日にちが4月29日なんですけれども、デイリーのその日1日のやつと全期間のやつでランキングがあるんですね。でこちらなんですけれども、つまり、全期間の方こちら、K が1位、2位がハンビンですね。で3位に川尻蓮くん JO1 の、4位はタキで、5位がウィジューなんですよ。まあ明らかにこうね、ハンビン以外の3人はハイブジャパンボーイズの子たちでもありまして、ちなみにこの解像度が悪くて数字多分見えないので一応読ませていただきますが、 K の投票数が 64,918 で、ハンビンが 34,78 と、まあ、いずれにしてもね K が2倍以上やってるんですが、まあ K のまあそう要するに、影響力が強いなっていうところで、それに加え実はハンビンがねその日にツイートなんかをしていて、それも強かったっていうところですよ。で、まあ、レン君は何かしらでまた別であると思うし、 K-POP ジュースはこの川尻レン君上位に来やすいイメージがあるので、結構レン君のファンダムがこの K-POP ジュースの投票を結構もしかしたら重視しているのかもしれないっていうところもあります。ただ今まで、まあ、滝は結構上の方に来てましたが4位ですね、今見ながらやってますが、ウィジュは5位に入り込むことなかったんですよ。で 21,862 票を獲得してます。で6位はこれは青春ユース、多分中国の創造営と同じ時期にやっていたオーディション番組ですね。こちらちょっと私は見てないんで分かんないんですが、その中国人の方だと思われます。この方がいらっしゃいまして、で7位にギョンミンがいますね。ギョンミンも21,252 票で、ニコラスも同率で 21,252 票入っておりまして、まあ、要するにここまでで10位の間までにケイ、タキ、ウィジュ、ヨンミン、ニコラスの5人が入っております。それに加えハンビンも入っております。でドランクデイズドの同じ日にツイートがあったところで言うと、実はゴヌもそうなんですが、ゴヌも23位に入ってますね。なかなかここに、ね、入ってくることなかったんですけれども、この辺も含めてやはりアイランド勢は注目されているなっていうことが分かりまして、元島民として少し寂しかったところがあったんですが、あ、やっぱりアイランド勢強いし、特にケイ、特にハンビンね、この2人強いなっていうふうに思ってね、今とっても安心しているところですよ。ちなみにデイリーの方ね、4月29日の方でこれ4位まで載せてますが、1位が K、 で2位は BTS の B ですね、はい。そして3位がハンビン、で4位は川尻蓮くんということになっておりまして、こちらの方も K とハンビンがねとてもなんていうか強いなっていうところです。まあランキングで強いっていうね言葉自体がね正しいかどうかはわからないんですけれどもね、まあ K ペンでもありハンビンもね応援をしていた私としては嬉しいというところです。ちなみに日プの木村雅也くんとかね、中村斗真くんあたりも結構上位の方に来ておりまして、あとは2期がねあんま上の方に来ているなっていうところもあって、まあこちらは日本で主にやっているランキングサイトなのかなっていうふうに思っていたんですが、ただ青春ユース
をそんなに日本で見ている人がいるとも思わないので、なんかそこだけでもないのかもしれないというふうに思いますかね。ちなみにデイリーでもウィジュ、タキ、ニコラス、ギョンミンあたりは結構上位の方に食い込んでいまして、20位以内に入っています。まあこう言ってはあれですが、今までウィジュ、ニコラス、ギョンミンあたりがこのランキングでも上の方に食い込んでくるっていうことはなかったものですから、つまりケイとウィジュが出たことによって、まあだからそうですね、ウィジュが結構他のニコラス、ギョンミンに比べると上の方だっていう、まあタキに関してはもともとちょっと日本人としては応援したいっていうところもあるから上の方に来やすいんですが、ウィジュね、でそれからケイ、それにだからタキ、ニコラス、ギョンミンも一緒に上位に食い込んできているということは、まあハイブジャパンボーイズにだいぶ期待をしている人が多いんだろうなっていうところですよ。まあ何しろね、今の段階ではまだデビューしておりませんから、まあ練習生とプロの中間ぐらいなところにいる人たちですからね。そういうふうに思うと、もうすでにデビューしている人たちが食い込んでるこのランキングサイトでこれだけの上位を5人が取るというのは、まあかなりの注目度を集めているっていうことの指標にはなりますね。まあそれを言ったらね、ニチプ2の子たちも随分上位の方にいるんだけどさ、でもなんかやっぱりあれか、ニチプ2の子らもいるってことは基本的にこれは日本でのランキングっていうことになるんだろうな。まあこのサイト自体も日本語で書かれているしな。だから多分青春ユースの子たちがちょっといるのは、そこのファンダムがもしかしたらちょっとこちらの K-POP ジュースの方に投票するっていうことを優先してやっている可能性がありますね。まあ青春ユースは残念ながら日本語訳を見れてなかったので、ちょっと日本語訳が見れてなかったっていうか、想像の方は日本人がたくさん出ていたし、日本語訳もあるっていうことだったので見てたんですが、青春ユースはいまいち見方もよく分かってなかったし、まあ実際どうなってるのかちょっと分かってはいないですね。だから青春ユースの方のニュースはやっぱり日本でも出てないし、創造営関連のね、イントゥーワンのニュースは随分出てるんですけどもね。まあそれに加えて今度ヨークっていう中国のやっぱり最大のね、会社がやる、亜州調整団っていうのも待っておりますけれども、本当に結構ね、オーディションがすごく多いですよ。まあその中でね、アイランドがね、未だにこうやって存在感を見せてくれるというのはね、まあでもやっぱり K の力が強いのかなっていうふうに思いますね。まあ K ペンだから思うのかもしれないけど。というわけでね、他の K 以外のアイランド勢、ハンビン、ゴヌ、ギョンミン、ニコラス、ウィチュー、タキあたりも、軒並み、このところ、私このサイト結構ね、定期的に見てるんですが、このところあんまり入ってきていなかったんですが、ここに来て一気に票を獲得しておりまして、まあ特に K 君がね、全期間の方で見てる K がかなりすごいなっていうところですね。で、ハンビンも露出がね、ないのにもかかわらず2位を取ってるというのは本当にすごいなっていうふうに思います。まあケイとハンビンといえば、あとまあセオンもいましたが、アイランドの中ではまあヒョンラインというか、一番年上のねケイと、それからそこに準ずる形のハンビン、それからセオンぐらいな形で上の方だったんですよね。まあそれいくとあれか、ゴヌとかも上の方だし、まあ N5 のヒスンもそうだけど、まあヒョンラインというとイメージ的にケイとハンビンですね。まあタイプは全然違いましたけどもね、ハンビンはね結構2番目のヒョンだったけれども、タキと同じような可愛い系でね、マスコット的な感じもしていたぐらいでね、まあそれだけハンビンのキャラクター性というのも強いしね、だからやっぱりハンビンのことを好きな人も多く、ハンビンのデビューを心待ちにしてる人もやはり多いというところにもなるんですけれどもね。今思うとあれですよね、ハンビンが去年にですね、あれ V ライブだったか何だったか、とにかくファンミーティングじゃないけど映像みたいなやつを出した時があって、その時に電話でタキと話したんですよね。でその時にタキ I miss you って言ってて、会えなくて寂しいって言ってたんですけど、まあ今思うと結局その頃からまあケイ、タキ、ウィジュ、ヨンミン、ニコラスでハイブジャパンボーイズで動いていたわけで、だから練習場所も違う場所でやっていた可能性が高いというので、だからハンビンのタキにアイミスユーだったんだろうなと。まあその時はもしかしたらもうタキはハイブ、その時はビッグヒットか、もうタキはもしかしてビッグヒットにいないのっていうような考察も出ましたが、まあでも今思うとビッグヒットにいない人間に電話をして、その公式でもやっているところに出すことはないかなっていうことも思うので、まあでもその時は分かりませんからね。
はい、というわけでね、エンハイプンのドランクデイズドに K-Wiju が出たことによってね、次はね、タキが見たい、ニコラスはキョンミンはみたいな感じで、すごく盛り上がっているところでございまして、まあ、こういう感じになっていると。そして、元アイランド民、まあ、元っていうか、今でも結局アイランドはすごい好きだったものなので、アイランド民としては、今でもアイランドがですね、すごくこのように影響力があるっていうことが知れてね、安心をしているところだという話をさせていただきました。皆さん見てくださっている方もね、島民の方いらっしゃると思うのですけれども、はい、この通り、アイランドはね、今でも健在です。いろんなオーディションがあるけれども、はい、ご安心ください。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。ここ最近の経緯や、エンハイプンに関する動画のリンクをいくつか概要欄に貼っておきますので、よろしかったらそちらもご覧ください。はい、では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。